1895年のウェブスター教養辞典に掲載された骨葬学による脳の地図。ガルによれば脳は色、音、言語、名誉、友情、芸術、哲学、盗み、殺人、謙虚、傲慢、社交などといった精神活動に対応した27個の機関の集まりであるとされた。骨葬学とは脳は 精神活動に対応する複数の機関の集合体であり、その機関、機能の差が頭蓋の大きさ、形状に現れると主張する学説である。19世紀に流星を誇ったが大脳生理学の発展によって20世紀以降では否定されている。頭蓋測定学とも呼ばれる。フランツ・ヨーゼフ・ガル・ウィーン大学卒業後、ウィーンで開業していたドイツ人医師フランツ・ヨーゼフ・ガルは 脳の解剖学と神経の生理学の研究に努め、脳髄が繊維のシステムであること、衰退路系とその交差の存在、そして動眼、三叉、外線神経など各神経の起死点を突き止めるなど、大脳生理学上の多くの発見を行うなど、神経解剖学に大きな功績を残した人物であった。ガルはまたイタリアの解剖学者モルガーニの著書、 疾病の所在と原因についてを参考にして、幼児や成人の正常脳、各種の病気の人の脳、天才人の脳、動物の脳などを比較研究することで、独自の機関学オングナラジーを編み上げていき、1796年から私的な講義を開き、これを講義した。ガルの機関学によれば、脳は色、音、言語、名誉、友情、芸術、哲学、 盗み、殺人、謙虚、傲慢、社交などといった精神活動に対応した27個の機関の集まりとされ、各機関の働きの個人差が頭蓋の大きさや形状に現れるのだとされた。これは最も初期の脳機能局在論であり、また近代骨相学の始まりである。ガルの主張によれば、例えば破壊感や粘着感といった機関が大きいものは、 必要で残忍な傾向が強い。現在から見たガルの誤りは精神的気質が物理的に計測可能な頭蓋骨形状にそのまま現れると考えたこと、さらに頭蓋骨を外から指針、触診すればその人の性格や素質を知ることができるという極端な主張を行ったことである。1802年ガルの学説はあまりに 唯物論的であるとされ、さらに、キリスト教に反するとされて、ガルはオーストリア帝国によってウィーンから追放される。しかしガルはヨーロッパ各地で講演を続けた。1807年にはパリに移り、ここで解剖学者、ヨハン・シュプルスハイムと連名で、神経系、特に脳の解剖学と生理学、全4巻、脳とその部位の機能全6巻を発表する。 ガルは自分の学説を脳外観察論と呼んでいた。骨相学、フロノラジーという名称はトーマス・フォースターが1815年にガルの学説をイギリスへ紹介する際に名付けたもので、1818 18年にシュプルツハイムがこの名称を取り入れて定着した。これはギリシア語のファイルをニューに由来するフレンと同じくギリシア語のラムダ・ガンマに由来するロゴスからなる語である。 骨葬学は19世紀前半の欧米で大いに流行する。大衆的な人気を博した理由は、精神と頭蓋骨の対応という考え方が直感的に理解しやすかったことに加えて、頭蓋骨の形という容易に計測できるものから個人の気質がわかるという主張により、専門家でなくても骨葬学的性格判断を行うことができたためである。当時の名師たちはこぞって、 肖像画の額を広く描かせて、視力深さをアピールする風潮も生まれたという。1822年、フランス政府はシュプルツハイムの抗議を禁止した。1832年、パリに骨葬学会が設立された。頭蓋骨の収集と脳の計量が流行し、巷に骨葬図が氾濫した。欧米のあちらこちらの町で骨葬学会が誕生し、 多くの有名な学者が骨葬学という学問研究の発展のために自分の頭蓋骨を死後に提供した。またスベーデンボリ、ハイドンら有名人の頭蓋骨が熱心な骨葬学者によって墓から持ち去られる事件が起こった。骨葬学の大衆受けする性質は諸刃の剣であった。爆発的な人気と裏腹に各地で通俗的悪用がはびこり、 やがて熱狂が時間とともに過ぎ去ると、骨相学者たちは、山師扱いされた。育ての親である、シュプルツハイム、生みの親であるガルについても、同様だった。学問的にも、フーフェラント、フルーラン、フィリップ・ピネルラにより否定され、大脳中枢の解剖学的知見が蓄積され、その、 地図が明確に決定されていくにつれて、ガルの基幹説自体が否定されていく。しかし一方では、ガルが当初から関心を持っていた犯罪への応用において、犯人の頭蓋骨を測るという初期の骨相学的な犯罪の計測学から、犯罪者の様々なプロフィールを蓄積する実証的犯罪研究へとつながっていく。しかしまた、気質を判定するという骨相学の思考は、 ロンブローゾの生来的犯罪人説のような犯罪の素質論から優生学や人間改良思想へと展開していく。これは男子論の背景にもつながる危険を持っていた。なお、人種の骨葬学的分類では、日本人を含むモンゴロイドは倫理的におとり模倣的で独自性がないとされた。骨葬学の頭蓋骨の形から個人の性格がわかるという単純な主張は、 否定されたが、精神的機能が特定の神経構造に基盤を持つという現代的な見方は、脳機能極材論となった。また言語獲得、友情、道徳性、直感的な物理能力、心の理論などが、一般的知能として混在するのではなく、独立して存在し、遺伝的であり、個別に独立して機能するというアイディアは、心のモジュール説と呼ばれ、 認知科学や心の哲学で議論されている。また、個人類学では、化石人類や化石霊鳥類の頭骨形状から一般的な知能や特定の脳機能を推測する。ありがとうございます。